美酒ってやつだな。相手が悪かったな。やれやれ、手こずらせ。休み、この猫ちゃんたち。
お見せしよう。僕としたことが。まだまだいけるわ。
お見せしよう。 僕としたことが。 まだまだいけるわ。
僕としたことが。
勝利の美酒ってやつだな。 相手が悪かったな。 勝利の美酒ってやつだ。
酔いしれたかな。美食ってやつだな。
相手が悪かったな。酔いしれたかな。
僕としたことが。みんな行くわよ。お見せしよう。これぞ勝利の美酒ってやつだな。Thank you.
エルベリキュー、なんだか妙に懐かしいな。うん、でもなんだか普通の人もいるみたいなんですけど。普段は一般市民にも開放してる場所らしいな。ちょっとした憩いの場所ってところか。洗練された空間にいるとつい創作意欲に駆られてしまうな。早速僕のリュートでさらなる癒しをもたらすとしようか。やめなさいってば。でも言われてみると確かに家族連れとかも多いみたいね。迷子というのもああいう家族連れの客の子供の可能性が高そうだ。とにかくあのレイモンドっていう羊の兄さんを探してみようぜ。オッケー。はあ、参ったな。そろそろ遊撃士が来るのにどこに行っちゃったんだろう。あ、はいはい、どうかなさいましたか。あれ、確かあんたたちは。よう、久しぶりだな。こんにちは。覚えててくれたみたいね。はは、忘れるわけないさ。なんといってもエルベリキューを解放してくれた恩人だからな。それじゃあ君たちが依頼を受けてくれた遊撃士かい？うん、そうなんだけど、一体どうしたの？何か困ってるみたいだけど。それが、その迷子の子なんだけど、いきなりかくれんぼしましょっていなくなっちゃってさ。必死に探している最中なんだよ。すぐに見つけるから、君たちは談話室で待っててくれ。場所は知ってるだろ。それは覚えているけど苦戦しているみたいだし、私たちも探すの手伝おうか。え、いいのかい。ま、これも乗りかかった船ってやさ。ガキの名前と特徴を教えろや。助かるよ。白いフリフリのドレスを着て、頭に黒いリボンをつけた10歳くらいの女の子だけど、ちょっと名前はわからないんだ。名前がわからない？いくら聞いても秘密とか言って教えてくれなくてね。家族と一緒に来たと思うんだけど、それらしい人も見つからないし、ほとほと困り果ててギルドに助けを求めたんだ。そうなんだ。でもかくれんぼといい、割と元気な女の子みたいね。元気というか、おませでおしゃまで気まぐれやって感じかな。大人をからかって楽しんでいるような気もする。ほほー、いたずら好きの子猫タイプか。そう、まさにそれだ。はあ、本当にどこ行っちゃったんだろう。多分この建物からは出てないと思うんだけど。ということは中庭を含めた部屋の全てが捜索対象かな。子猫ちゃんのかくれんぼにはもってこいの場所かもしれないね。僕は一旦談話室に戻って、あの見つけたら連れてきてほしい。さーて、逃げた子猫ちゃんを探してみるとしましょうか。白いフリフリのドレスに黒いリボンって言ってたわね。とりあえず一通り建物の中を探してみるぞ。
遅い、遅すぎる。フィリップ、雑誌とドーナツを買うのにどれだけ時間をかけているのだ。これフィリップ、私をどれだけ待たせれば。え、そなたたちはなんだこの変なおっさんは。デュナン公爵、こんな場所にいたんだ。元気してる？しらじらしい。そなたたちのせいで、そなたたちのせいでな、私はこんな場所で謹慎生活を強いられているのだぞ。私たちのせいって言われてもね。リシャール大佐の口車に乗った公爵さんの自業自得だと思うけど。ま、謹慎程度で済んで幸運だったと思うことですな。これがエレボニアなら、皇族であろうと極刑者だからね。確かに陛下を幽閉したことがやりすぎであったのは認めよう。リシャールにそそのかされたとはいえ、それだけは思いとどまるべきだった。あれ、なんだか殊勝なセリフね。勘違いするな。私は陛下のことは敬愛しておる。君主としても、叔母上としても、非の打ち所のない人物だ。だが、クローディアのような小娘を次期国王に指名しようとしていたのは。ちょっと、キキクローゼは頭が良くて勉強家だし、人を引きつける器量だってあるわ。公爵さんに小娘とか言われる筋合いはないと思うんだけど。私が言っているのはそういうことではない。なるほど、確かに陛下の言う通りだが、果たしてクローディアに女王になる覚悟が本当にあるのか。ああ昔からあの娘は公式行事にもなかなか顔を出そうとしなかった。知名度で言うなら私の方がはるかに国民に知れ渡っているだろう。すなわちそれは、あの娘に上に立つ覚悟がないということではないか。それは聞けばあの娘、身分を隠して学生生活を送っているそうだな。おまけに孤児院などに入り浸っているそうではないか。そんなことよりも、公式行事に出て広く国民に存在を知らしめること、それこそが王族の役目であろう。私は王族の役目とか全然詳しくないから。ひょっとしたら公爵さんの言うことも一理あるかもしれない。当然だ。でもこれだけは言えるわ、クローゼは今悩みながらも答えを出そうと頑張っている。少なくとも謹慎を理由に何もしていない公爵さんよりもね。何？クローゼに女王の資格があるかどうかを判断するのは、その答えを見てからにして。多分公爵さんも納得してくれると思うわよ。バカバカしい。不愉快だ。とっとと部屋から出て行け。言われなくても。あ、その前に、ここに白いドレスを着た女の子が訪ねてこなかった？なんだそれは。私はここにずっとおる。そんな小娘だの知らんわ。あっそ、お邪魔しました。
の公爵は。自分のことは棚にあげてクローゼをけなしてさ。ま、そう熱くなるなよ。俺はあの公爵の言ってることも一理あるとは思ったぞ。上に立つ人間ってのは迷いを見せちゃならねえな。常に自分が正しいってことを周りに示す必要がある。でもクローゼは。ああそうだな。あの公爵に言われずとも姫さんなら分かってるだろうよ。今はただ姫さんが答えを出すのを見守ってやるんだな。よし、迷子探し再開しましょう。おう。この底にスペアキーが貼ってあったのよね。かなり大きな壺だし、ひょっとしてこの中に隠れて。さすがにそれはねえだろう。第一、その小さい口からどうやって入るつもりだ。それもそっか。Thank you.
ここなら。植え込みの隙間にもいないか。あ、ひょっとして植え込みの中にいたりして。おいおい、本物の猫じゃあるまいし。やっぱダメ。この下に隠れているってことは、さすがにいないわよね。コホン、それはともかく、今の君の服装で気軽にしゃがまない方がいい。え？なんというか見えそうだ。
今のはお前が悪い。スパッツじゃねえんだから下気をつけろ。うん、分かったわよ。もしかしてエアレッテンだった？やっぱりレンちゃんだったか。お姉さん、お久しぶりね。ちゃんとレンのこと覚えててくれて嬉しいわ。いやー、まさか君たちが知り合いだとは思わなかったよ。君、名前はレンちゃんでいいのかな？ええ、そうよ。ごめんなさい、秘密にしてて。気にしてないよ。でも、どうして突然かくれんぼなんか始めたんだい？だって、お姉さんが来てくれるって聞いたから、一緒に遊ぼうと思って頑張って隠れていたのよ。そうなんだ。でも、よく私たちが来るなんて分かったわね。だって、お姉さん遊撃士さんなんでしょ？で、遊撃士さんが来てくれるって聞いたから。いや、そうなんだけど、遊撃士は私だけじゃないし、他の人が来たかもしれないわよ。でも、レンは信じてたわ。その証拠に、ほーら、ちゃん。確かに。ま、そいつはともかく、父ちゃんと母ちゃんは一体どこに行ったんだ？どうしてこんな場所で一人で遊んでやがる？じー、なんだよ。お兄さん、ダメダメね。エリーに対する口の利き方が全然わかっていないみたい。むっか。レディーだし、寛大な心で許してあげるわ。それで、パパとママはどこに行ったかなんだけど、レンにもよくわからないの。わからない？レン、パパとママと一緒にここに遊びに来てたんだけど、お昼を食べた後、パパたちが真面目な顔でレンにこう言ったの。パパたちは大事な用があって、レンとお別れしなくちゃならない。でも大丈夫、用が済んだら必ずレンのことを迎えに行くからね。パパたちが帰ってくるまでいい子にして待っていられるかい？それってレンはもう11歳だから、もちろんできるわって答えたわ。そしたら、パパとママはそのままどこかに行っちゃったの。おいおい、冗談だろ。そんな事情とは思わなかった。どうしよう、保護者を探すっていう話じゃなくなってきた気がするんだが。アガット、いいかな？仕方ねえ、これもギルドの仕事だ。羊さん、心配しないで。この子は
私たちが責任を持って預かるから。え？ねえ、レンちゃん、お姉さんたちと一緒に王都のギルドに行かない？すぐにパパとママを見つけてあげられると思うわ。そうなの？でもパパたち大事な用があるって言ってたのよ。大丈夫大丈夫、絶対に見つけてあげるから、お姉さんを信じなさいって。それじゃあリン、お姉さんと一緒に行くわ。よろしくお願いするわね。うん、こちらこそよろしくね。ふぅ、本当にすまない。その子のことよろしく頼んだよ。ああ、任せておきな。よし、とっととギルドに戻るぞ。